サンドマンは DC コミックスから刊行されたニール・ゲイマン原作のコミックブックシリーズ。コミックの読者層以外にもファンを持つカルト的なヒット作となり、新しい刊行形態であったグラフィックノベルの普及の一翼を担った。批評家からの評価も高く、1991年にはシリーズ中の1号が世界幻想文学大賞最優秀短編賞を受賞した。原作者、ニール・ゲイマン。多くの読者は、ゲイマンの外見が主人公ドリームとよく似ていると考えている。創刊時のペンシラーは、サム・キースが、インカーは、マイク・ドリンゲンバーグが担当したが、後に、多くの作画家が制作に参加した。シリーズを通じてレタリングは、トッド・クライン、表紙画は、デーブ・マッキーンによる。オリジナルシリーズは、月刊コミックブックとして1989年から1996年にかけて全75号が発行され、第47号からは DC 社の新インプリントバーティゴに移籍して主力タイトルとなった。後に全員10巻のペーパーバック単行本、箱入りハードカバー、注釈入り版などが販売されているほか、完結後20年以上にわたって、スピンオフ作品の刊行が続いている。1998年には日本語版単行本の刊行が始まったが、原書第3巻までで途絶した。永遠不滅の存在であった主人公ドリームは人間の虜囚となり、それによって自らの中に生じた変化と向き合う中で、生き方を変えるか死かの選択を迫られる。本作は初め典型的なダークホラーとして始まったが、後に古今の神話の要素を取り入れて精緻に構成されたファンタジーとなり、最終的にドリームを悲劇の主人公として結末を迎える。ドリームはエンドレスと呼ばれる7体の兄弟姉妹の一人で、他にはデス、ディザイアなどがいる。これら形而上的概念が擬人化されたキャラクターのほか、神話や歴史上の人物が DC コミックスの設定世界で物語を展開する。本作は批評家から高く評価され、マウス、ウォッチメン、バットマン、ダークナイト・リターンズと並んで一般書と同列にニューヨーク・タイムズのベストセラーリストに載せられたわずかなグラフィックノベルの一つとなった。エンターテイメント・ウィークリー誌が 1983-2008 年の書籍100選リストに挙げたグラフィックノベル5冊に入り、第46位を占めた。コミック作品として初めて世界幻想文学大賞を受賞したことは話題を呼んだ。ノーマン・メーラーは本作を知識人のためのコミックストリップと呼んだ。本作で筆名を挙げた作者ニール・ゲイマンは小説や映像作品の脚本などにも活躍の場を広げた。本作の映画化やテレビドラマ化の企画は1990年代から複数存在したが、どれも立ち消えになっていた。2013年、ワーナーブラザースは、ストーリー原案デビッド・ S ・ゴイヤー、主演、監督ジョゼフ・ゴードン・レビットで本作を映画化する計画を発表したが、2016年3月5日には、ゴードン・レビットが降板したと伝えられた。2019年になって、ネットフリックスにより、全11回のテレビドラマシリーズが配信されることが報道された。主人公ドリームは夢が具現化した存在でモルフェウスなど多くの異名を持つ。ドリームはエンドレスと呼ばれる7体の兄弟姉妹の一人で、上に兄デスティニーと姉デスがおり、下には弟ディストラクション、弟、妹ディザイア、妹ディスペア、妹ディリリウムがいる。彼らは概念や現象が人格を取ったもので、宇宙全体にわたってその現象を管理する義務を負っており、自らの支配する領域では、強大な力を持つ。神と同一視されることもあるが、人間が信仰する神々よりも早く、世界そのものと同じ時期に生まれたとされる。物語の冒頭で、ドリームは、魔術教団によって70年にわたり、囚われの身となった。刊行時の現代に至って脱出を果たしたドリームは幽閉者に復讐し、荒れ果てた夢の王国の再建に取り掛かる。かつてのドリームは古代神のような厳格さを備え、自他の感情に関心を持たず、自尊心のため冷酷に振る舞うこともあったが、長年の幽閉から得た教訓により変わり始める。しかし、彼のように、数十億年にわたって存在してきたものにとって、新しい生き方を身につけるのは、とてつもない難事であった。ドリームは、かつての恋人を地獄に落としたことや、エンドレスの存在意義に疑問を抱いて出奔した、弟を傍観したことなど、過去に犯した過ちを償おうとする。しかしその中で、長年にわたって、背を向けてきた息子、オルフェウスを安楽死させることを余儀なくされる。打ちのめされたドリームは、彼を罰しようとする復讐の女神、エリーニュスに、自身の命を差し出す。そして、彼が後継者に選んだ、より慈しみ深い存在が、ドリームの新しい人格となる。物語は主にドリームが支配する、夢の王国ドリーミング及び、目覚めた者の世界を舞台として展開され、折に触れて、地獄、妖精国、アスガルド、また他のエンドレスの領域が描かれる。本作は公式に、DC ユニバース内の物語とされているが、その主流である、スーパーヒーローキャラクターは、初期の数巻を除けばほとんど登場しない。メインストーリーは、現代の出来事として書かれているが、歴史上の人物や出来事を扱った短編エピソードも数多い。短編Men of Good Fortuneは、その一例で、数世紀にわたるイングランドの変遷が描かれており、ウィリアム・シェイクスピアなどが登場する。第3、6、8巻は1号完結の短編を集めたものである。それ以外の巻には、それぞれ一つの長編ストーリーが収録されているが、途中でテーマを要約、補足するための短編が挿入される構成が多い。ファンが第6話を映像化した作品ザントマン、24話はディナーのポスター。第17号はモアザンルビーズという長編ストーリーを構成している。各号はそれぞれ趣向の異なるホラーストーリーとして書かれており、第1号スリープオブザジャストは古典的なイングリッシュホラー。第2号インパーフェクトホスツは DC 社や EC コミックスのホラーシリーズの伝統に沿ったもの。第4号A Hope in Hellはパルプ雑誌アンノーン風の物語である。第6号24 Hoursは短編ホラーストーリーとして評価が高く DC コミックスによって自社のホラーコミックのオールタイムベスト1に挙げられている。作者ゲイマンはこの号をシリーズ中のホラー要素の極北と位置づけており、平凡な人々が理不尽な破滅を迎える様子を描くことで、それ以降の号で予定調和的な展開を予想させないようにする意図があったと語っている。第8話の舞台、ワシントンスクエア公園。第8号ザ・サウンド・オブ・ハー・ウィングスは、エピローグとなる独立した物語で、エンドレスの兄弟姉妹の二人目であるデスが登場した。この号は、作品全体の転機と考えられており、これ以降、物語の焦点は、ドリーム個人に移っていく。担当編集者、カレン・バーガーによれば、この号で、シリーズが、様式的な冒険物から飛躍したというだけでなく、技巧的な作家であった。ゲーマンが初めてエモーショナルな核を表現したという。ティム・カラハンは、本作がアラン・ムーアの強い影響から脱したのが、この号だと述べており、ゲーマン自身も、この号で、初めて作家としてのオリジナリティが形になったと、述べている。シリーズのペンシラーはこの巻の半ばで、サム・キースからマイク・ドリンゲンバーグに交代した。第13号Men of Good Fortuneのペンシラー。マイケル・ズリ。不死者、ホブ・ガドリングが主役となる短編3編はいずれもズリが担当した。収録号の大部分は長編ザ・ドールズ・ハウスを構成している。プロローグとなる第9号テールズ・イン・ザ・サンド及び第13号Men of Good Fortuneは過去の時代を舞台とした短編である。中世イングランドを舞台とする第13号の作画は歴史ファンである。マイケル・ズリによって行われた。正ペンシラーのドリンゲンバーグが締め切りを破りがちだったため、第12号は、クリス・バチャロが代役を務めた。バチャロは、これがメジャーデビュー作であり、後に、デスのスピンオフシリーズを描いて、脚光を浴びた。独立した短編4編からなる。第1話カリオペには、ホラーコミックの作画で、名高いケリー・ジョーンズが、ユニバーサルホラー風のアートを提供した。第2話A Dream of a Thousand Catsは、猫が主役となる物語で、引き続き、ジョーンズが作画を担当した。第3話A Midsummer Night's Dreamはドリームが、ウィリアム・シェイクスピアに、表題の戯曲を書かせたというストーリーで、シリーズ最高傑作と呼ばれることもあり、1991年に世界幻想文学大賞を受賞した。作画を手掛けたチャールズ・ベスは、ファンタジーやおとぎ話のジャンルを得意としており、夏の夜の夢の戯曲本に挿絵を描いたこともあった。第4話フィサードは、シリーズの中でも、やや例外的なエピソードで、通常の DC ユニバースに所属するヒーローキャラクターにスポットが当てられている。ペンシラーはオリジナル作品ディスタントソイルで知られるコリーン・ドランである。この巻は収録号が少ないため、第1話カリオペのスクリプトも合わせて収録された。シェイクスピアの息子ハムネットは人間界から連れ去られる。第4巻のペンシラー。ケリー・ジョーンズ。名高ドリームを簡単に許すことがないよう作者、ゲーマンに助言したという。タイトルは、ジョン・キーツの詩、秋に寄せての書き出しの一句である。この巻は2004年に、アングレーム国際漫画祭で最優秀シナリオ賞を受賞した。実在の神話が全面的に使われた長編シーズンオブミスツの前後に、プロローグとエピローグが置かれ、幕開劇として、イギリスのボーディングスクールを舞台にした短編が挟まれている。本シリーズは、ホラーとして始まったが、この巻の前後から、ファンタジー色が強くなっていき、主人公ドリームのキャラクターも複雑さを増して、ストーリー的にも絶頂期を迎えたと評されている。メインストーリーの作画は、ケリー・ジョーンズが、プロローグとエピローグは、ドリンゲンバーグが、幕開劇は、マット・ワグナーが担当した。神々や悪魔や天使、混沌の王女や謎の段ボール箱が入り乱れる。奔放なストーリーは、ジョーンズの画風に合わせて構想されたものである。現代世界における神話のテーマは、後に小説、アメリカン・ゴッズへと発展した。第5巻第3話の作画を行ったコリーン・ドラン。この巻で登場したて、サリーの造作や表情は、自身をモデルにして描いた。内容は単一の長編。登場人物の多くが女性で、ジェンダーと社会的な疎外、また成長とアイデンティティの確立のテーマが扱われている。当時のコミックとしては珍しく、トランスジェンダーや同性愛者のキャラクターが使われており、拒否反応を示すファンもいた。他の主流メディアに視野を広げても、まだ、これらのテーマが一般化していない時代だった。それらのマイノリティの描写に関しては批判もある。主人公のドリームがほとんど登場しないこともあり、この巻はシリーズで最も不人気だったという。ゲーマンは、ファンダムとは何かということと、なぜ人がファンタジーを求めるかについての物語であり、ファンの神経を逆なでする面があると述べている。作画を主に担当したショーン・マクマナスは、アラン・ムーア原作のスワンプシング誌で、ポゴのパロディを描き、童話的なファンタジーとリアリスティックなホラーを両立させる手腕を見せたことで起用された。1話完結型の短編集で、収録作の一部は、後の展開の伏線となっている。特に、ザ・ソング・オブ・オルフェウスは、メインストーリーの核心を占めている。同作ははじめ単発号、サンドマンスペシャルで発表された。短編のうち4編は、ディスタントミラーズの名が付けられた連作で、いずれも、王であることの意味をテーマとしており、題名は、月の名から取られている。また3編の短編は、コンバージェンスの名でまとめられており、いずれも異なる時代、異なる文化の登場人物が互いに物語を語る、形をとっている。劇中劇のテーマは、第8巻で再び扱われる。その他、宣伝用の特別誌、バーティゴプレビュー第1号に収録された、小編フィアーオブフォーリングが収録されている。実在のアメリカ合衆国皇帝、ジョシュア・ノートン。作中には、同時代人、マーク・トウェインも登場する。オルフェウスは、首だけの姿となって、数千年を生きながら会える。第7巻の作画を担当したジル・トンプソン。家族ぐるみの友人である、ゲーマンとの関係は、作中のディリリウムとドリームのそれに近い。単行本の題字は17世紀の書物、名士聖伝からの引用である。シリーズのターニングポイントとなる長編で、物語はここから結末に向けて加速し始め、序盤のエピソードをつなげる、大きな構図が明らかになっていく。この牧野ペンシラーに起用されたジル・トンプソンは、ワンダーウーマンを描いていた若手アーティストで、現実的で生き生きとしたキャラクター造形は高く評価されている。ディリリウムの独特な仕草や表情は、トンプソン自身が投影されたものである。幼児のように取り留めのないおしゃべりを続けるディリリウムと、近現で無表情なドリームの旅は、ロードコメディに例えられる。英国コミックのゴッドファーザー、ブライアン・タルボット。この巻の枠部分のほか、第6巻の短編オーガスト、ザ・ソング・オブ・オルフェウスなどを手掛けている。これらのストーリーに、ネズミが登場するのは、タルボットのネズミ好きに由来する。独立した短編が主体だが、メインストーリーの結末が近づいていることを予兆するシーンが含まれている。それらの物語は旅籠に集まった登場人物たちが酒の席で語り合ったもので、チョーサーのカンタベリー物語と似た枠物語の形式になっている。そのため各話は語りと絵の両面で独自のスタイルを持っており、旅籠を舞台とした短いシークエンスが間をつないでいる。旅籠のシーンの作画は、英国のベテラン作画家、ブライアン・タルボットによる。冒頭部は、主人公、ブラント・タッカーの一人称で語られる。彼は、自動車旅行の途中で事故に遭い、世界の果て、滞在無料と書かれた奇妙な旅籠に入る。旅籠は一種の避難所であり、何らかの重大な出来事の余波として、リアリティの嵐が吹き荒れる間、いくつもの世界を渡る、旅人たちが身を休めるための施設だった。物語を語り合っていた滞在者たちはやがて、夜空に喫立する巨人たちの葬列を見る。最後尾のデスは、悲しげな視線を送る。その後タッカーは、自分の世界に帰り、バーの主人にこの物語を語る。マイク・オールレッド。第17号前後で作画者としてのトライアウトに落とされて発奮し、人気作家となってからザ・ゴールデンボーイの作画を任された。この巻でシリーズは悲劇的なカタストロフィを迎える。はじめにプロローグとしてプロモーション用のアンソロジー誌バーティゴジャム第1号に掲載された10ページの小編ザ・キャッスルでドリーミングの主な住人が紹介される。残りを占める長編、カインドリー・ワンズは、コミックブック13号にわたる、シリーズ最大のボリュームを持ち、構成は複雑である。ドリームを、宿命の主人公の位置に置いたギリシア悲劇として書かれ、三章一体の魔女が、コロスの役を務める。過去の巻で展開されたストーリーが引き継がれており、人間界に解き放たれた、トリックスターであるロキとロビン・グッドフェローが、物語の発端を作る。ドリームを愛する妖精ヌアラ、夫と息子の復讐を求めるリタホール、恋人関係にあったが破局した魔女、テサリーラはそれぞれ乙女、母、老婆の役割に犠牲られ、それぞれ3人の魔女、復讐の女神、エリーニュスに加担して、ドリームに破滅をもたらす。その他にも過去の各エピソードを代表するキャラクターが、サブプロットを展開する。他の巻のようにリアリスティックではなく、表現主義風の様式化されたタッチで描かれている。メインの作画家マーク・ヘンペルは、アメリカンコミックで主流のスーパーヒーロー作品とは、作風が異なっており、DC 社のオルタナティブ系インプリントである、ピラニアプレスで、精神病院の収容者を主人公にした作品、グレゴリーを描いていた。ファンタジー画家、チャールズ・ベス。シェイクスピアが主役となる2編の短編の作画を手掛けた。表題のウェイクには、目覚めるのほか、通夜や功績の意味があり、第70、72号のタイトル中でそれぞれ異なる意味で使われている。これらの号では、モルフェウスと呼ばれていたドリームの通夜と葬儀が描かれ、最後にユーが目覚めることで、物語の本編が完結する。続く第73号は、通夜のエピローグであるとともに、第2巻以来、モルフェウスと友情を育んできたホブがドリングの物語の締めくくりにもなっている。残る第74、75号はどちらも作中の過去を舞台にした短編である。第70、73号ではペン入れは行われず、マイケル・ズリによる鉛筆画のみで印刷された。ズリの精細な絵が用いられたのは、前巻のミニマリズムと対照させる意図があった。逆に、第74号には、ペンシラーがおらず、インクだけで描かれた。アーティストのジョン・J・ミュースは、原稿に直接色紙や布地を貼り付けて、彩色を行った。マイク・ドリンゲンバーグが描いたですとそのモデル、シナモン・ハドリー。運命の糸を繰り出すモイライは、三人の魔女の権限の一つである。現代人著名人、過去の時代の人間27歳の新進コミックライターだったニール・ゲーマンが1988年に DC コミックスに対してサンドマンのリメイクを提案し、その結果生まれたのが本作である。当時の DC 社は1985年のクライシス・オン・インフィニット・アースで刊行物すべての設定をリセットした直後で旧作を現代風な物語として語り直すことに力を入れており、スーパーマンをはじめとする多くのキャラクターが新世代の作家によって再創造された。サンドマン旧シリーズは、眠りの妖精が主人公のヒーローもので、ジャック・カービーなどにより7号が刊行されたが、人気は得られなかった。もともと、ゲーマンは、DC デビュー作として企画されていたリメイク版、ブラックオーキッドにカービー版のサンドマンを登場させるつもりだったが、先に他紙で使われていたため実現しなかった。しかしゲーマンは、夢の住人であるサンドマンには、真の形がなく、見る者によって姿を変えるというアイディアに魅了されており、それに基づいた新シリーズを構想し始め、DC の編集者、カレン・バーガーに伝えた。芸術志向の作品だった、ブラック・オーキッドを DC 社は高く評価し、上質な想定で刊行することにした。しかし主人公キャラクターの知名度が低く、制作者も全く無名であることは不安材料だった。そこで、DC 社は、ブラック・オーキッドを出す前に、ゲーマンを別の作品で、アメリカ読者にお目見えさせようとした。ゲーマンは、カレンバーガーから新しい月刊シリーズを書くよう求められ、候補の一つとしてサンドマン新シリーズを提案された。ゲーマンはその際の会話を以下のように述べている。私はこう答えた。ああ。やるよ、ぜひとも。でも条件があるんだろう？一つだけ。新しいサンドマンを書いてほしいの。名前は変えないで。あとは任せるから。ゲーマンはありがちなホラーやヒーローものを書くつもりはなく、関心の赴くままどのようにでも物語を展開させられるような主人公を選んだ。神話のモルフェウスをヒントにして作り出された新たなサンドマンは、夢の王、物語の君主とされる超常的な存在であった。ゲーマンはドリームがこれまで DC ユニバースに現れなかった理由を囚われていたからと決め、以下のような初期イメージをもとにキャラクターを発展させた。男性、若い、青白い、裸、小さな独房の中で、自分を虜にしている者たちが死に絶えるのを待っている。恐ろしく痩せ、長い黒髪、奇妙な目。ドリームの服装は、日本のデザインに関する本で見かけた着物の柄と、ゲーマン自身が好む黒一式のファッションを組み合わせたものである。デーブ・マッキーン。ニール・ゲーマンとはごく初期からコミックの共作を行っており、小説家とイラストレーターとしてもコンビを組んでいる。ゲーマンは最初の長編ストーリーの公害を作成し、友人の画家デーブ・マッキーンとレイ・ボールチに渡して、キャラクタースケッチを描かせ、DC 社のバーガーやディック・ジョルダノから認可を得た。無名な作者によるホラーシリーズを手掛けたがる作画家は少なかったためペンシラーの選定は難航したが、画風が独特でイラストレーション風の絵が描ける新人としてサム・キースが選ばれた。インカーとしてはマイク・ドリンゲンバーグが、カラーリストとしてはロビー・ブッシュが契約を結んだ。レタラーのトッド・クライン、カバーアーティストのデーブ・マッキーンらはシリーズを通して貢献を続けた。サンドマン第1号は1988年11月29日に発売された。ゲーマンは初期の数号について彼自身も作画スタッフも経験不足だったためぎこちない出来になったと述べた。ペンシラーを務めていたサム・キースは特に自身の作画の評価が低かったと語っている。キースによれば漫画的なバカバカしさを好む作風が周りと噛み合っておらず単純に画力も不足していた。第3号の時点で字を明らかにしたキースを引き止めるため、ゲーマンは第4号にキースの長所が生きるようなシーンを設けた。その一つは無数の悪魔が地獄の地平を埋め尽くしている見開きページだった。手間のかかる構図の作画をキースは楽しみ、ペンシラーの職域を超えてペン入れまで行った。しかし、結局は次の号でシリーズを離れ、ビートルズに入ってしまったジミ・ヘンドリックスみたいな気分だという言葉を残した。第6号からは、当初インカーだったドリンゲンバーグがペンシラーに転向し、後任のインカーには、マルコム・ジョーンズ・スリーヨが迎えられた。完璧主義のドリンゲンバーグは仕事が遅かったため2つ目の長編ストーリーの完結とともにレギュラーを外れ、以降は、それぞれのストーリーに合わせて作画家が選ばれるようになった。しかし、優秀さと色気を感じさせ、リアリスティックでモダンな落ち着きを持つドリンゲンバーグの画風は、シリーズのビジュアル面を方向づけた。キャラクターが、ホラーコミック調にディフォルメされていたサム・キースと比べて、新しい絵柄は、ゲーマンのストーリーが持つ、ひそやかなエロティシズムを際立たせていた。ドリンゲンバーグが、第8号において、ドリームの姉である死の化身ですをデザインしたことは、特筆すべきである。大鎌を携えた骸骨という西欧の伝統的な死神とは全く異なり、ゴス風の快活な女性として描かれたですは、シリーズの中でも屈指の人気キャラクターとなり、コミックの歴史に刻まれた。ゲーマンは2014年のインタビューで、本作が、独自の作品に脱皮することができたのは、ドリンゲンバーグの作画があってのことだったと述べている。ドリンゲンバーグ自身は、本作の作画について、読者の想像力に訴えるため幻想的な描写を抑えめにしたことや、論理の飛躍を用いて、注意を引きつける手法について語っている。主人公ドリームとその姉です。ワンダーコン参加者によるコスプレ。この頃には、サンドマンは DC 社のカルトヒット作となっていた。メインストリームコミックの読者層とは異なる女性や年長者のファンも多く、それまでコミックと無縁だった者もいた。コミック誌やレス・ダニエルズは本作を驚くべき傑作と呼び、ファンタジーやホラー、アイロニックなユーモアを混ぜ合わせた作風はコミックブックにこれまでなかったものだと指摘した。コミック原作者で、DC の重役でもあったポール・レビッツは次のような所見を述べている。サンドマンはグラフィックノベルのシリーズとして初めて規格外の成功を収めた作品だった。コミックを読まなかった層、特に大学生女子に興味を抱かせコミック読者に変えたのだ。ゲーマン自身も本作で文化的なアイコンとなった。ゲーマンは早くから物語の結末とともにシリーズを終了させようと考えていた。しかしシリーズの権利を所有する DC 社が人気作を終わらせたがらないのは明白だった。ゲーマンは長年にわたって直接間接に意思を伝え続け DC 社との絶縁をちらつかせることもした。DC 側はゲーマンを降板させて別の作者にシリーズを継続させることもできたが、結局は彼の意向に従った。このような作家主義的な措置はコミック界でほとんど前例がなかった。シリーズが完結した年にゲーマンは以下のように語っている。サンドマンをあと5号続けることは可能だったろうか？そりゃもちろん可能だ。ではそうしたら、私は幸せな気分で鏡の中の自分を見ることができただろうか？それは無理だ。終わりにする時だった。物語は語り切ったのだし、愛が残っているうちに離れるべきなんだ。主人公ドリームは第69号で死を迎え、人間の幼児ダニエルが後継者となる。第70、72号では、ドリームの葬儀が行われ、第73号ではそのエピローグが書かれた。さらに、作中の過去を舞台にした2編の物語が書かれたところでシリーズは完結した。最終号となった第75号は1996年3月に発行された。当初、ゲーマンは本作が1年後に全12号で打ち切られる可能性を想定していた。最初のストーリーラインが第1から8号で構成されたのはそのためだった。仮に打ち切りになったとしても、最終号でストーリーの区切りをつけるのは避け、残りの4号に短編エピソードを入れて余韻を残せば後に復刊されるかもしれないと考えたのだった。シリーズ第1号はマッキーンによる印象的な表紙や宣伝の効果もあって8万部という良好な売れ行きを示したが、第4号までに4万部に落ち込んだ。しかし、第5号からは毎号数100部ずつ上昇していった。第8号は DC 社内での全評判が高く、コミック専門店に対して無償のコミックブックを配布するなど、大々的な販促活動が行われた。この号は実際にホラータイトルとして抜きんでた成功を収めたため、ゲーマンは安心してシリーズ全体の詳細な構想を立て始めた。シリーズはここで DC 社の人気キャラクターをあまりゲスト出演させない方向に舵を切ったため、いくらかの読者を失うことになったが、巻を追うごとにそれ以上に新しい読者が入ってきた。1980年代から90年代にかけてのアメリカンコミック界では、閉鎖的なファン層に支えられた危うい公共が続いており、コレクター向けの限定版コミックで発行数を水増しすることが常態化していた。この状況は1994年に破綻を迎え、コミック専門店や小出版社の廃業が相次ぎ、発行数が全体に急低下した。しかし、本シリーズはその影響をほとんど受けず、毎号10万部前後を維持したため、月間タイトルの売上ランキングにおいて70位台から25位まで上昇した。最終号はランキング1位を占めた。年間発行数は最大で120万部に達した。夢の領域の住人として初期に登場したキャラクターの多くは DC 社のホラーシリーズでナレーター役を務めていたキャラクターだった。最初の物語の殺害者と犠牲者であるカインとアベルの兄弟はそれぞれハウス・オブ・ミステリー、ハウス・オブ・シークレッツのナレーターだった。城の司書、ルシエムはテールズ・オブ・ゴースト・キャッスルから取られた。夢の国の洞窟に住むイブは、プロップ。死に登場していたが、マダム・ザナドゥのイメージも取り込まれている。プロット上重要な役割を持つ3人の魔女もまた、ホラーシリーズ、ウィッチング・アワーから取られた。これらは、歴史の中にうずもれた、平凡なキャラクターだったが、本シリーズで、奥行きが与えられたことで、バーティゴ作品にたびたび顔を出すようになった。シリーズ初期には DC 社の成人読者向けタイトルとのクロスオーバーが行われた。サガオブスワンプシング第2シリーズ第84号では長年の登場人物であったマシュー・ケーブルが命を落とし、ドリームによって夢の大ガラスに変えられてサンドマンのキャラクターとなった。ヘルブレイザー第19号ではドリームが同誌の主人公、ジョン・コンスタンティンと出会う。サンドマン第3号では逆にコンスタンティンがゲスト出演を行った。第4号では、アラン・ムーアがスワンプシング誌で書いた地獄がストーリーに取り入れられ、ルシファー、ベルゼブブ、アザゼルの3人を頂点とする地獄の異界が導入された。翌月の第5号では、ドリームが DC 世界のヒーローチーム、ジャスティスリーグインターナショナルを訪問した。これ以降も DC キャラクターが登場することはあったが、多くは1、2話のゲストに止まり、本編プロットと DC の主流世界が深く関与することはなかった。シリーズのタイトル、サンドマンは主人公の異名の一つだが、本シリーズ以前から DC 世界にはサンドマンという名のスーパーヒーローが複数存在した。ゲーマンはそれらを自らの物語に取り込み、主人公ドリームと関係づけた。1940年代に活躍した初代サンドマンは、ガスマスクと催眠ガス銃を武器として犯罪と戦うありきたりなヒーローだった。本シリーズではドリームが幽閉されていた時期にドッズはその魂の一部を受け取り、霊感を受けてヒーロー活動を始めたとされた。後年にはこの解釈に基づいたドッズを主人公とするスピンオフ作品も発刊された。ドリームがガスマスクに似たヘルメットを着用するのは初代サンドマンへのオマージュと思われる。二代目となるジャック・カービー期、サンドマンはスーパーヒーローのような衣装をまとっているが、本物の眠りの妖精であった。カービー版シリーズが短期で終わってからしばらくして、コミック原作者、ロイ・トーマスは二代目サンドマンの設定を変更し、その正体は夢の次元に閉じ込められた人間ギャレット・サンフォードだとした。トーマスは続いて自作、インフィニティインク第50号で、ヘクター・ホールというヒーローにサンドマンの名を受け継がせた。ゲーマンは本シリーズ第11、12号で、設定の変更を行い、2代目、3代目のサンドマンは、手下の悪夢ブルートとグロブに操られていたことにした。2体の悪夢は、ドリームの支配から逃れて、偽のサンドマンをいただく自分たちの王国を作ろうとしたのだった。しかし2体はドリームによって罰され、ヘクター・ホールは消滅させられる。ホールは、スーパーヒロインのフューリーと結婚していた。夫を失ったリタは、後の巻で再登場し、イジ・ダニエルと共に、大きなプロット上の役割を担うことになる。フューリーはもともと、ギリシア神話に由来するキャラクターで、超人的な力は女神、ティーシポネーに与えられたものだった。本作では、ティーシポネーをはじめとする三章一体の女神、エリーニュスも、また重要な役割を演じた。作者ゲーマンは、シリーズ全体を一文で、変わり得ないものは、死ぬしかないと学んだ夢の王は、自らの運命を選ぶと表現したことがある。変わるか、死か、あるいは、変化、変容、自己と世界の再創造のテーマは、当時のゲーマンがメンターとした、クライブ・バーカーや、アラン・ムーアにも共通していた。批評家、ヒラリー・ゴールドスタインによれば、主人公ドリームが戦う相手は、強大な怪物などではなく、自分自身のエゴであり、それが本作を悲劇にしている。コミック研究団体セクワートのスチュアート・オレンは、成熟して、別の何かになること、成長とともに責任を引き受けること、進んで変化を受け入れる度量を持つことが主題だとした。グレッグ・カーペンターは過去の伝統や価値観が根拠を失ったポストモダンの世界に生きながら、それらの観念をどのように受け止めていくかという問いかけがあるとした。夢と物語の主題もまた本作の大きな部分を占めている。作者ゲーマンは夢の意味として眠りの中で見る夢、希望としての夢、そして世界に意味を乱すため我々が自分自身に信じさせる物語としての夢を挙げた。ヒラリー・ゴールドスタインは本作を夢を見る行為ではなく、むしろ夢という概念についてのコミックブックと呼んだ。マーク・バクストンは本作を物語という号と潜在意識の本質への愛情あふれるトリビュートとした。デーブ・イツコフはニューヨーク・タイムズで本作を評して、夢は物語作家にとっての究極の自由を表している。伝統的なナラティブのルールが適用されない舞台設定であるにとどまらず、野心的で才気あふれる作者にとってはルールを完全に書き換えることが許される空間なのだと書いた。文学者、フランク・マコーネルは超越的な存在だったドリームが人間的なものへと変化するストーリーを近代文学の勃興についての寓話と捉え、壮大なメタフィクションであり、物語についての物語に他ならないと述べた。作家スティーブ・エリクソンは本作を迷宮のように入り組み、めまいがするほど伏線的である。すべてのページを地面に並べて、鳥の視点から見下ろしたくなると表現しつつ、全編を通じて、喪失の感覚が語られていることを指摘した。シンガーソングライターのトーリー・エイモスは、本作は、現代の神話として読まれており、善逸性がテーマにあると述べた。本シリーズは、数号にわたる、長編ストーリーや一号完結の短編からなる。それらの題材は多様だが、単発のエピソードの羅列ではなく、全体として一つの物語となっている。一般的な月刊コミックブックでは、作中の時間の流れは曖昧で、物語は基本的にいつまでも続く。しかし本作では、現実と並行して、年月が経過していることが全編を通して明示されており、不可逆な事象の積み重ねによって、物語の結末を導く意図があるとされる。構成は緻密で、一つ一つのコマに至るまではっきりした意図のもとに配置されて、ストーリーを展開している。トランスメトロポリタンや、Y、ザラストマンなど、後に、バーティゴから刊行された作品の多くは本作に、倣って、最初のストーリーが、結末に向けた伏線になっているという周到な構成を採用した。本作は、ダークファンタジーのジャンルに分類されるが、背景はどちらかというと現代的である。批評家マーク・バクストンは本作を名手の手による物語で大人が読むダークファンタジーの潮流を作ったと評し、それ以前のファンタジージャンルでは小説やコミックを含めて同種の作品はなかったと述べた。本作はまた業界の制約にとらわれず、アーバンファンタジー、神話の再解釈、主劇、スーパーヒーローのような多様なジャンルを縦横に利用している。初期のエピソードでは、サンドマンの神話体系は DC ユニバースの一部であり、数多くの DC キャラクターが直接間接に登場していた。しかしシリーズが進むにつれ、他種とのストーリー上の関連性は弱められていった。その理由の一つは創作上の自由を確保するためである。シリーズの連載中、他のタイトルのストーリー展開に足並みを合わせるよう求められたゲイマンは編集者カレン・バーガーと激しく衝突することがあった。コミック原作者のグラント・モリソンは本作を評してスーパーヒーローコミックという当初の立脚点を逸脱してファンタジーやホラーと文学の交差する地点に新しいジャンルを確立することになったと述べている。作者ゲイマンはシリーズの長編ストーリーラインに男性的なものと女性的なものを交互に配置したと述べている。男性主人公ドリームが困難な状況に挑むプレリュード&ノクターンやシーズン・オブ・ミスツは男性的なストーリーであり、人間女性のキャラクターを中心に置いて人間関係やアイデンティティのテーマを扱ったドールズハウスやゲーム・オブ・ユーは女性的なストーリーだとされた。トッド・クライン。特殊フォントの多用には消極的だったが、ゲイマンに毎回言いくるめられた。シリーズの聖、レタラーを務めたトッド・クラインは、アメリカのコミック界きっての名手と認められており、代表作となった本作のレタリングで、連続3回のアイズナー賞、3回のハーベイ賞を受賞している。クラインによると、ゲイマンは、本作の主要登場人物それぞれに、固有の字体と吹き出しの形をデザインするよう要求した。主人公ドリームには夢の移ろいやすい性質を表すため、不定形の吹き出しが使われ、黒字に白の文字が入れられた。狂気の具現化であるディリリウムの吹き出しには虹色のグラデーションが用いられ、文は波打っており、字体や文字サイズは一定しない。中世ファンタジー世界を舞台にした。ゲームオブユーでは、カリグラフィーの技法が使われた。最終号テンペストでは、主役となるシェイクスピアの直筆を模して字体が作られた。クラインが、本作のために作り出したスタイルは30種に及ぶ。デジタル化以前の時代であり、これらのレタリングはほぼ、すべて手作業で行われた。デイブ・マッキーンのカバーアートは、フファインアートや現代デザインを取り入れた、際立ったもので、シリーズの顔となった。作家スティーブ・エリクソンは、信じられないほど不気味な、井戸に苛まされた表紙と評した。当時、コミックの表紙には必ず主人公キャラクターを描くのが、通例だったが、マッキーンは編集のバーガーを解き伏せ、作品のテーマを題材とした、表紙画を制作した。マッキーンは、本作の試作的なストーリーに合わせて、少し、シュルレアルで、物憂げで、内省的なイメージを覗かせる窓枠として表紙を、機能させようとしたと述べている。初期の号では、絵の具で描かれた絵と、彫刻やオブジェを並べた棚をコラージュした写真が多く、用いられた。1994年に、マッキーンが、マッキントッシュのコンピューターを導入してからはフォトショップも、使用され始めた。マッキーンは本シリーズで全号の表紙を制作し、スピンオフし、ドリーミングでも続投した。1998年には本シリーズの表紙画集が、ダストコーバーズ、ザコレクテッドザンドマンカバーズのタイトルで刊行された。サンドマン第19号 A ミッドサマーナイツドリームは1991年に、世界幻想文学大賞最優秀短編賞を受賞した。コミックブックとしては異例の受賞であり、その直後に規定が変更されて、コミック作品は短編賞の対象外とされた。アメリカのコミック界で権威あるアイズナー賞はオリジナルシリーズだけで20回近く受賞している。内訳は継続シリーズ部門3回、短編部門1回、ライター部門4回、レタリング部門7回、ペンシラー、インカー部門2回などである。また、ハーベイ賞は継続シリーズ部門1回、ライター部門2回を受賞している。スピンオフ、夢のオカリウドは2000年に、ヒューゴー賞の関連書籍部門にノミネートされた。夢のオカリウドとエンドレスナイツは、それぞれ1999年と2003年に、ブラム・ストーカー賞のイラストレーテッドナラティブ部門を受賞した。シーズン・オブ・ミスツは2004年に、アングレーム国際漫画祭最優秀シナリオ賞を受賞した。本編シリーズの前日譚であるミニシリーズサンドマン、オーバーチュアは2016年にヒューゴー賞グラフィックストーリー部門を受賞した。コミックの仕事でずっと楽しかったのは、その世界がいろいろな面で未開拓だと思えたことだ。まさに処女地だった。サンドマンを描いていた時期は、大抵いつも、今自分はなたを掴んで、ジャングルに切り込んでいると感じていた。誰もいないところで、誰もやったことがないものを書いていたんだ。ニール・ゲイマン、2007年本作は、子供向けのポップなメディアであった、アメリカンコミックスに、新たな文学的な感覚を持ち込んだ作品の一つだと認められている。1950年代以来、アメリカのメジャーなコミック出版社は、コミックス倫理規定の影響で、子供向けのスーパーヒーロー作品を中心に刊行しており、多様で現代的なジャンルを扱う土壌がなかった。80年代に至って、コミックス倫理規定の影響力が弱まり、バットマン、ダークナイト・リターンズ、ウォッチメンなど、形式やテーマの面で、新しい地平を開く傑作が登場して、コミックの文化的地位を高めた。しかしそれらは、露骨な暴力描写やシニシズムを主軸とする、亜流作品をも生んだ。ストーリーをシリアスに見せるために、女性への暴力を使ったり、女性を性的対象として描写する傾向が一層強くなったのも、この時期だった。そんな中で登場した、サンドマンは、ストーリーテリングの精妙さで抜きんでており、女性や一般読者にアピールする作風で、コミックの読者層を広げたと評価されている。派手な戦いが迷子の見せ場になる従来のコミックブックとは対照的にゲイマン作品では交渉や外交がストーリーの焦点となり、主人公と敵役はよりうがった形で競い合う。当時コミック読者の大多数は男性だったと言われるが、本作のファンは男女比が拮抗していた。また多様性や多文化主義のテーマを早くから扱っていたいう点でも影響は大きかった。批評家、ターシャ・ロビンソンは創造的で精細に富み、気品を備え、そして大いに野心的な物語であるが、それでも、なお細部のディテールと瞬間を美しく捉えていると述べ、現代コミックの基礎を作ったと評した。スティーブン・キング、ピーター・ストラウブ、クライブ・バーカーら、幻想文学やホラー小説の大家が序文を寄せた、グラフィックノベルは、コミックの枠を超えた、読者層を獲得し、メインカルチャーに受け入れられた。作者ゲーマンの創作の原点であった、SF 作家、サミュエル・R・ディレイニー、ハーラニ・エリスン、ロジャー・ゼラズニらは、サンドマンの愛読者となった。ゲーマンは一種のカルチャーヒーローにのし上がり、積極的に多くのインタビューを受けて、文学寄りのコミックのスポークスパーソン的な立場になった。あるパーティーで、ゲーマンに引き合わされた作家ノーマン・ガメーラーは、サンドマンに興味を覚え、単行本に、これは、知識人のためのコミックストリップだ。そろそろ、こういう作品が出てもいい頃だという推薦文を提供した。メーラーの言葉は読書界に影響力が大きかったという。ピューリッツァー賞フィクション部門の選考委員であったフランク・マコーネルはゲーマンが選考対象外の英国人でなければ文学界の反発があったとしても全力で推しただろうと発言している。本作を題材にした論文集、研究書、解説書も刊行された。コミック研究についてのオープンアクセスジャーナル、イメージテキストが出した、ニール・ゲーマン特集号では、ゲーマンのマテクスト性思考、文学と歴史への深く幅広い言及、コミック及び短編、長編小説作家としての明白な力量に、研究対象として高い価値があるとされた。アラン・ムーア、駆け出しジャーナリストだった、ニール・ゲーマンはムーアから直接スクリプトの書き方を、学び、コミック原作者の道に進んだ。サンドマンは DC コミックス社の成人向けラインであるバーティゴを開拓した作品の一つでもある。はじめにその流れを作ったのは、1983年にサガ・オブ・スワンプ・シング氏の原作に起用された英国人アラン・ガムーアだった。ムーアはアメリカンコミックの枠にとらわれず、時代遅れのモンスターものだった同時に、叙情的な文章と鋭い社会批判を持ち込んだ。担当編集者、カレン・バーガーは、知的で洗練された文学性を持つコミックは、それが初めてだったという。バーガーは、DC 社の英国担当となり、ムーアの後に続く、英国人原作者を次々に発掘して、頭角を現した。その中には、サンドマンのニール・ゲーマンのほか、アニマルマンのグラント・モリソン、ヘルブレイザーのジェイミー・デラーノなどがいる。これらの原作者は、ブリティッシュ・インベイジョンと呼ばれた。サンドマンなどの人気を背景として、バーガーは1993年に、作家性の強い作品を集めた新レーベルバーティゴを立ち上げ、女性を含む成人読者を対象に洗練された作品を送り出した。ジャンルとしては、ファンタジーやホラーが主体で、ゲームを通じたこれらのジャンルの人気や、ゴスエモなどのサブカルチャーの隆盛に後押しされて人気を得た。本作は、スワンプシングやヘルブレイザーと並んで看板タイトルとなり、サンドマンはバーティゴと同義だの評価を得た。バーティゴは月刊コミックブックをグラフィックノベルとして書籍化することにも意欲的であり、そこでも本作が主力商品となった。サンドマンが刊行されていた1990年代は、ダイレクトマーケットを通じたコミック専門店の売り上げが低迷し、一般書店で売られるグラフィックノベルが台頭してきた時期だった。初期の本シリーズは、月刊誌以外の形で刊行される予定がなかったため、数ヶ月にわたる長編ストーリーでは、各エピソードの最初でそれとなく前後の要約を行うような配慮が必要だった。しかし後半の号はまとまった書籍として一気に読まれることを想定して書かれるようになった。月刊シリーズ終了後も本作はグラフィックノベルのシリーズとして書店に並び続け、新しい刊行形態の普及に貢献したとされる。レスをデザインしたマイク・ドリンゲンバーグとモデルとなったシナモン・ハドリー。本作はゴスカルチャーの一部となったコミック作品として、ザクローなどと共に名が挙げられる。ダークな雰囲気を持ち、内向的なファンタジーである本作は、ゴスの間で好まれた。制作チームが初めから意図していたわけではなかったが、登場人物のドリームやデスは、ゴスとみなされることが多い。特に、マイク・ドリンゲンバーグがデザインしたデスは、蒼白な肌、黒一式の服装、ホルスの目のタトゥー、アンクのペンダントなど、ゴスカルチャーと親和性の高い要素を多く含み、美や知性と人格の強さを感じさせる描写と、相まって、コミックファンではないゴスにも受け入れられた。デスのモデルとなった女性シナモン・ハドリーは、ウェブメディア post-punk.com による、不法記事の中で、ゴスファッションへの影響を高く評価された。第5巻、ゲーム・オブ・ユーは、マイノリティの扱いに関して批判を受けることがある。登場人物のワンダは男性として生まれ、女性としての自己認識を持つトランスジェンダーである。ワンダは作中で家族や隣人から女性性を否定されるだけでなく、肉体的に男性であることが理由で魔女の儀式に参加できず、それが遠因となって命を落とす。死後の魂は生まれつきの女性の姿で描かれる。トランスセクシュアルの作家レイチェル・ポラックは、このストーリーが作者ゲイマンのトランスジェンダーに対する不寛容を示すものだと批判した。メディア学の研究誌、シネマ・ジャーナルでは、メインストリームコミックで、初めて本物のトランスジェンダーが扱われたことに、一定の評価が与えられながらも、心霊を通じて提示されるジェンダー感が、西欧的な価値観に縛られていることが批判された。また、アフリカ系の作家サミュエル・R・ディレーニーはこの巻の序文において、ワンダと同時に死んだキャラクターが、作中唯一の黒人だったことを指摘した。ディレーニーによれば、読者の同情を引くため非抑圧者のキャラクターを死なせる展開は、現実の支配的イデオロギーに沿ったもので、ファンタジー世界に組み込まれた。自然力がそれを正当化しているのは問題があるという。ただし、ディレーニーはサンドマンに充溢するアイロニーと繊細さがそのような政治的パターンを相対化しているとも述べている。これらの批判に対しては作者や批評家からの反論もある。作者ゲーマンによれば物語中の自然力がワンダの女性性を認めなかったとしても、それは単に一つの視点を提示しているに過ぎず、彼自身は、性自認に関するワンダの立場を支持しているという。トランスセクシュアルの作家、ケイトリン・R・キアナンはポラックに一部同意しながら、作品全体としてはワンダを、肯定的、共感的に描いていると評した。批評家、デイビッド・ブラッドマンは、作中で、動物キャラクターや、悪役の白人男性も殺されていることを、批判者たちが無視していると指摘した。また、ワンダは作中で唯一、高潔で英雄的、かつ勇敢で善良な行いをするキャラクターとして描かれており、だからこそ悲劇には彼女の死が必要なのだと擁護した。他方では、このようなテーマをコミックで表現することそのものに対する批判も存在した。キリスト教原理主義団体であるアメリカ家族教会は、本作の不買を表明し、版元、バーティゴに謝罪を求めた。また本作は、ヤングアダルト対象書籍としては、不適切、家族の価値を損なう、不快感を与える、言葉遣いのような理由により、複数のアメリカの図書館で、規制の対象となってきた。2015年には、クラフトンヒルズカレッジの英語コースで、ドールズハウスを含むグラフィックノベルが取り上げられたことに、対し、ポルノグラフィを読むよう強制されたという抗議が学生から寄せられた。本シリーズははじめ、カラー32ページの月刊誌として刊行された。広告などを除くと各話は通例24ページだが、例外が8号ある。当時、アメリカのコミック界では、月刊コミックブックを再録した単行本はそれほど一般的ではなく、本作も単行本化される計画はなかった。しかし1989年にローリングストーン誌で取り上げられて注目を集めた際に同時期に刊行中だった2つ目の長編ストーリー、ドールズハウスの単行本化が急遽企画された。タイトルは、単に、サンドマンとされた。ですが初登場した第8号ザ・サウンド・オブ・ハー・ウィングスは1つ目の長編のエピローグに当たるが、特に人気が高かったため関東に掲載された。この売り上げが好調だったため、ドールズハウスを含む最初の3巻が別々のタイトルで刊行され、それらを集めたサンドマンボックスセットが発売された。この時、第8号は第1巻、プレリュード&ノクターンの巻末に移された。最終的には月刊シリーズ全号が単行本化された。トレードペーパーバック全10巻。1999年時点で、英国での発行数が25万部、米国では100万部以上とされる。2003年時点では19カ国、13言語で翻訳出版され、全世界で700万部が発行されていた。2007年には、発行数は1000万部を超えていた。2010年からは、口述のアブソルート版で新しく彩色されたアートを用いたニューエディションの刊行が始まった。DC 社の愛蔵版シリーズアブソルートエディションの一つ。2006年11月に刊行された第1巻は$99の値段がついた革装箱入りの豪華な本で添付された冊子にはオリジナルシリーズの概要、DC コミックス社長による新しい序文、新しい後期、A Midsummer Night's Dreamのもと描き、草稿などが収められていた。初期の号の多くは大幅に修正、再々式が施されている。DC 社は、新版刊行のプロモーションとして、コミックブック第1号を再版した。本作には多様な文芸、聖書やオカルト、実在の人物からの引用やパスティッシュが含まれており、それらを紹介した注釈付きの版が発売された。注釈作業は、ホームズやドラキュラの注釈本で知られる、レスリー・S・クリンガーが、スクリプト原本を元に言った。アノテーテッド版、第1巻は2012年1月に12.12インチの白黒本として刊行された。注釈は、ページごと、コマごとに行われ、ゲーマンのスクリプトからの抜き書きが載せられたほか、歴史、神話、DC 世界に対して、幅広く行われている引用が解説された。アノテーテッド版、第1巻は2012年にブラム・ストーカー賞、最優秀ノンフィクション賞に、ノミネートされた。2013年には、サンドマンシリーズ25周年を記念して、重厚なハードカバー本、サンドマンオムニバスが発売された。ゲーマンのサインが入った箱入り銀箔押し想定の特別版も発売された。1998年から翌年にかけて、海宝則光と柳下喜一郎の翻訳により、原書の第3巻までが5冊に分けられて刊行された。1999年には、スピンオフ作品です。ハイコスト・オブ・リビングが、2000年には、夢枕獏と、小野康生の翻訳により、夢の狩人、ザ・ザントマンが刊行された。版元はいずれもインターブックスである。2012年の S、F マガジンに掲載された日本語版の単評では、アメコミの枠を超えた幻想的な世界像と、スタイリッシュな語りの魅力で人気を博し、アメコミ、グラフィックノベルに再度光の当たっている今こそ、全巻の刊行を期待するとされた。EN、リスト・オブ・ザ・ザントマン・スピナフスも、参照のこと。ゲーマンは、本編の刊行中にデスを中心とする、ミニシリーズを2編書いている。1993年3月から5月にかけて、刊行された、です。ハイコスト・オブ・リビングでは、ですが、命の有限性について学ぶため一世紀ごとに、人間としての生を生きるという寓話が語られた。同作は、DC の成人読者向けインプリントであるバーティゴから最初に刊行されたタイトルだった。1996年に出された続編です。Time of Your Life では、デスは背景に引っ込み、本編第5巻で登場したレズビアンのカップル、フォックスグローブとヘーゼルの関係が物語の中心となった。1993年末に行われたバーティゴのクロスオーバーイベントザ・チルドレンズ・クルセイドでは、本作第4巻の短編で登場した幽霊の少年たちを主役とするタイトルザ・デッド・ボーイ・ディテクティブズが描かれた。その後、同タイトルは別の原作者の手によって、数回にわたって刊行された。1998年から2000年にかけて3号が刊行されたバーティゴの年間アンソロジーバーティゴ、ウィンターズ・エッジにはエンドレスを主役とする短編が掲載されていた。ザ・フラワーズ・オブ・ロマンスでは、欲望の生き物であるサチュロスの生き残りが、ディザイアに最後の願いをする。A・ウィンターズ・テールでは、デスが告白な死の運び手から、現在のような共感的なキャラクターに変わった経緯が語られる。How They Met Themselvesでは、芸術家の夫に裏切られた女性が毒を煽り、事切れるまでの短い間に、ディザイアから真に愛していた相手を知る機会を与えられる。1999年、ゲーマンは、天野義高のイラストレーションで、周辺小説ザ・ザントマン、ザ・ドリーム・ハンターズを書いた。日本の山奥に住む僧侶を化かそうとするうち恋に落ちた、狐の物語で、サンドマンシリーズの短編でよくあるようにドリームは、脇役となる。同書の後書きでは実在する民話が下敷きになったと書かれたが、出典とされた日本昔話には該当する物語は存在しない。ゲーマンは、あからさまな嘘として書いた文章がうまく伝わらなかったと述べている。本作は後に、P・クレイグ・ラッセルの作画でコミック化され、全4号のミニシリーズとして、バーティゴから刊行された。2003年、ドリームと、兄弟姉妹を主人公とする7編の物語を集めたエンドレスナイツが出版された。物語の時代設定は様々だが、本編完結後の出来事を描いたものもあった。作画は作品ごとに異なるアーティストが担当した。同書はニューヨークタイムズベストセラーリストのハードカバー部門に名を連ねた最初のグラフィックノベルだった。サンドマンの刊行25周年には、本編の前日譚、オーバーチュアが書かれ、J.H. ウィリアムズ・スリーオの作画で、全6号のリミテッドシリーズとして刊行された。これまで漠然としか語られていなかった、本編開始以前のドリームの冒険を描いたもので、それによって彼が疲弊していたことが、本作冒頭で人間の魔術に囚われてしまった、原因だとされた。第1号の発行は2013年10月30日であった。制作者へのインタビューとオリジナルイラストレーションが収録された特別版が各号について刊行された。オーバーチュアは2016年にヒューゴー賞の最優秀グラフィックストーリー部門を受賞した。本編完結直後の1996年に発刊されたドリーミングは本作とキャラクターや舞台設定を共有しているが、ゲーマンは、ドリームや他のエンドレスについては自由に使用する許可を与えなかった。ドリーミングは60号で終了した。1997年からは、サンドマンプレゼンツのタイトルの下、サンドマンの登場人物を主人公とした単発作品の刊行が始まった。そのうちの一作、サンドマンプレゼンツ、ルシファーから発展した。定期シリーズ、ルシファーは2000年から全75号が発行され、テレビドラマにもなった。1996年、ゲーマンとエド・クレーマーの編集により、短編小説のアンソロジー、ブック・オブ・ドリームスが刊行された。著者には、コリン・グリーンランド、トーリ・エモス、スザンナ・クラークらが名を連ねた。原作者兼作画家のジル・トンプソンは、サンドマンのキャラクターを使ったコミック作品を何冊か描いている。日本漫画のスタイルで描かれた、です。AT デスズドアは、本編第4巻、シーズンオブミスツと並行して起きた出来事を描く作品で、2003年に DC コミックのベストセラーの一つとなった。ザ・リトル、エンドレスストーリーブックは、エンドレスたちを子供として描いた児童書である。2010年にはその続編デリリウム、エスパーティー、A Little Endless Storybookが出された。2018年8月から DC ユニバース内のサンドマン関連タイトルを集めた新ライン、サンドマンユニバースの刊行が開始された。ゲーマンは1995年にマット・ワグナーと共著で単館作品、サンドマン・ミッドナイト・シアターを書いた。同作は初代サンドマンを主人公とするシリーズ、サンドマン・ミステリー・シアターのスピンオフで、ドリームとドッズの短い邂逅が描かれている。2001年、ドリームはグリーン・アローの回想シーンに登場した。これは、本作で語られた70年の幽閉の間に起きた出来事である。本作完結後のドリームは、グラント・モリソン原作機の JL に登場したほか、JSA において、両親リタ・ホールとヘクターを保護する姿が描かれている。人気キャラクターのデスはタシへのカメオ出演も多かったが、1990年のキャプテン・アトム誌では本シリーズの設定と矛盾する役割を与えられた。これを受けて DC 社がエンドレスのキャラクターを使うときにはゲーマンの許可が必要だという取り決めがなされた。2010年にアクションコミックスでスーパーマンの宿敵レックス・ルーサーが死んだときにはゲーマンの執筆協力の下でデスが登場した。2017年に始まった DC 社の大型クロスオーバーバットマンメタルでは2011年の世界再編イベントニュー52以来 DC 世界と交わってこなかったドリームがスーパーヒーローたちに宇宙創生の物語を明かすという大きな役割を持って登場した。メインライターのスコット・スナイダーは思い入れのあるドリームの使用許可をニール・ゲイマンから与えられたことをかけねなしに人生で最高の出来事の一つと述べた。トーリー・エモスの楽曲ティア・イン・ユア・ハンドの歌詞にはニールと夢の王に触れた箇所がある。後にエモスとゲイマンは親交を持つようになった。本作の登場人物ディリリウムのキャラクターは部分的にエモスからヒントを得ていると言われる。2006年にはゲイマン作品を題材にしたトリビュートアルバムホエアズ、ニール・ウェン・ユニード・ヒムが制作され、エモスもエンドレスのディザイアにインスパイアされた楽曲シスターネームド・ディザイアを提供した。サンドマンと名の付く打作を見せられるくらいなら映画版サンドマンなんて見たくないね。サンドマンの映画が実現する日が近づいているという気はするよ。ただ、ロード・オブ・ザ・リングのピーター・ジャクソンやスパイダーマンのサム・ライミと同じくらい原作に取り憑かれたマニアが必要なんだ。ニール・ゲイマン、2007年コミコンにおいて1990年代の後半からDC の親会社であるワーナーブラザースは本作の映画化を繰り返し試み続けた。1996年にはパルプフィクションの原案で知られるロジャー・エイバリーが監督に指名された。パイレーツ・オブ・カリビアンの脚本家、テッド・エリオットとテリー・ロッシオがスクリプト書稿を書き、エイバリーと共に開講した。この時点では映画版のストーリーはプレリュード&ノクターンとドールズハウスが元になっていた。しかしエイバリーはエグゼクティブプロデューサーのジョン・ピーターズと意見が衝突して解任された。企画は続行したが、脚本は改稿が重ねられた。この時期、主人公ドリームは悪と戦う一般的なスーパーヒーローのように描かれる方針だったと伝えられている。ゲイマンはワーナーから最後に送られた脚本をそれまで見た。サンドマンスクリプトの中で最悪だったし、それどころか私が読んだ、あらゆるスクリプトの中で最悪だったと評した。1998年時点の脚本草稿は、ウェブサイトイントイットクールニュースによって、酷評されている。映画版の企画が難航したため、DC 社は、テレビシリーズ化に目を転じた。親会社、ワーナーブラザースと離れて、ケーブルチャンネル HBO と組んだ企画は実現に至らなかった。この時の制作にはジェームズ・マンゴールドが関わっていた。2010年9月にはワーナーブラザーステレビジョンがテレビシリーズ制作権の取得に動き、スーパーナチュラル原案のエリック・クリプキが制作者候補に挙げられた。2011年3月、ニール・ゲイマンはブログで DC と共にクリプキの制作方針を検討したことを伝えたが、結局、クリプキはテレビシリーズの企画から外れたと報じられた。2013年12月、デビッド・S・ゴイヤーが脚本の責任者、ジョセフ・ゴードン・レビットが主演兼監督、ニール・ゲーマンがエグゼクティブプロデューサーを務める映画版の企画が進行中だと報じられた。当初の脚本執筆はジャックソンが言った。配給はニューラインシネマであった。2015年10月、ゴイヤーは翌年から制作が開始される予定だと述べた。2016年3月、ハリウッドリポーターはエリック・ハイセラーによって脚本の改稿が行われると報じた。その翌日、ゴードン・レビットは、ニューライン社とクリエイティブ面で意見が衝突して、監督を降板したと告知した。2016年11月9日に、イオQが伝えたところでは、ハイセラーは、脚本の草稿を提出したものの、原作の長大な構成は、映画よりもテレビシリーズ向きだ発言して、制作から身を引いたという。2019年7月、全11話のドラマシリーズが、ネットフリックスから配信されることが報じられた。エグゼクティブプロデューサーには、原作者ゲーマンのほかアラン・ハインバーグとデビッド・S・ゴイヤーが名を連ねる。ストーリーの主体は、第1巻、プレリュード&ノクターンから取られており、時代設定は、現代に改められる。本作の権利者、ワーナー・ブラザースとネットフリックスとの間に結ばれた契約は、DC 社のテレビシリーズで最も高額とされている。2020年7月、オーディブルからオーディオドラマ版ザ・ザントマンが配信された。単行本第3巻までの内容が延べ11時間の20話で構成されており、原作者ゲーマンは制作に携わるとともにナレーターも務める。ジェームズ・マカボイが主人公ドリームを演じる。同作は2021年1月時点で、Amazon オリジナルオーディブルタイトルのベストセラー第1位だった。続編の配信も予定されており、シーズン2は原作第4から6巻の一部、シーズン3は第7、8巻の内容が元になる。DC と FOX は2014年にサンドマンのキャラクターであるルシファーを前面に出したテレビシリーズを企画した。ルシフェル第1話は、FOX ネットワークを通じて2016年1月25日に放映された。同シリーズは原作からルシファーの基本設定を引き継いでいるが、内容的にはオリジナル性が強く、ドリームも登場しない。FOX による放映は視聴率が振るわなかったため、第3シーズンで打ち切られたが、2019年からネットフリックスが変わって、第4シーズンを配信することが決定した。発行日以外のデータは、ベンダー1999、ピアニッシモ264、270による。単行本ニューエディションでは、ダニューボートッソ。ウィズスペシャルサンクスツーダンカローラ。単行本ニューエディションではキシラナル。ウィズヘルプフロムサムキエス。ウィズマテリアルフロムウィリアムシェイクスピア。単行本ニューエディションでは、ダニエル・ボートッソ。発売日。With additional material taken from the play by William Shakespeare ですは自分たちを擬人化概念体と呼ぶ。パーラメントは英語でルークの群れを指す。ドリーマーズ&ゲスツ、セレブランツ&モーナーズ、ナウマイチャームズアレオールオー、アースローン、アンドホアットストレングスアイハブ、エスマイウォン。Which is most faint 当時の人気作、バットマン、ダークナイトリターンズで使われた、プレスティージフォーマットである。ブラックオーキッドの作画家、デーブ・マッキーンにもこの時同様に別の作品が振り当てられ、バットマン、アーカム・アサイラムとして刊行された。キースは後に、オリジナル作品、ザ・マックスをヒットさせた。サンドマン以前のヒーロー名は、シルバー・スカラベだった。本シリーズの後には、一時期ドクターフェイトとして活動した。2体の悪夢ブルートとグロブは、後にサンダーソン・ホーキンズに対して同じことを試みる。ホーキンズは、子供の頃、初代サンドマンの相棒として、悪と戦っていた。標準32ページの中閉じ冊子。本来は、音楽史上の用語である。第1号スリープオブザジャスト。第14号コレクターズ、第32号スローター、オンフィフスアベニュー、第33号ララバイズ・オブ・ブロードウェイ、第36号オーバー・ザ・シー・ツー・スカイ、第50号ディスタント・ミラーズ、ラマダン、第52号クルリカン、エステール、第75号ザ・テンペスト。詩そのものであるはずのですが、ジャック・カービーが創作した、ブラック・レーサーと、同じく詩の一側面に過ぎないとされた。出典のページ指定は、アキラごとのものである。例えば、ゲーマン 2010R、CH4、P2PNL3 とあれば、第4章の2ページ目に描かれた第3コマを指す。小扉はページに数えない。ありがとうございます。